来い、ゾウゴメ。オチが見ておるぞ。諦めろ、堺人。黙れ、下道め。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上は。ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不よ。すべて私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。
ます。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。動けって。ユノ。頼むから。ユノ。ジェン、どうだった？志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や蒙古に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも、死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。高だって腕はいい。
あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは？タカの腕なら挟めしまえさ。捕まった場所は？ケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。てこい。エンダーさん、ヒーツウェルタイニオッツ。動くな。ああ、コモダを生き延びたのですね。お侍、小川道場も猛虎の手に。かつて夏の間、長尾家の若い奴らと稽古をしたな。日本の剣術を盗まれてしまいます。そうたやすく得得はできぬが、止めに行かねばな。
走れ。Hey!